は持たない。引き返せ。やばい、戻らなきゃ。
食べるかな。よかった。食べた。お前、犬好きなのか。特別好きってわけじゃないけど、人並みには好きかもね。
長く君たちは肉体に縛られていた。肉体こそが君たちの漆黒なんだ。魂は常に肉体により醜く歪められる。哀れにも理不尽にも魂が肉体に触れる。この地位を貶められる必要などない。
封じているんだ。これで敵の動きを止められるぞ。それがあれば高いところまで飛べるはずだ。これを使えば高いところに一気に行けるんじゃないか？買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。あ、どうぞ。感謝しろよ。
ここなら月がよく見えるな。エドの装置を使ってみよう。エドはいつもよくわからん調査を繰り返していた。だけどあいつの調査がなけりゃ今頃東京中が霧の中。これも意味のないことではないはずだ。いいんじゃないか。よく見るとこの月不気味だね。月ってのは自分で光ってるわけじゃない。何かが月を不気味に見せてるんだよ。気持ちの問題だったりするのかもね。そうだな。よし、データをエドに送るぞ。何がわかるのかな。ありがとう、KK。おおよそ僕の想定通りだったよ。どうやら見えている月は実際のもののようだ。誤差はあったが、この程度は許容だ。よ、いや、ちょっと待てよ。この値を想定していたから、想定通り並んでしまったのか。僕はこの月が現実だと思い込んでいたから、現実になってしまったんじゃないか。そうか。まずこの世界は全て虚像であると想定しなければ。あ、切れた。結局何が重要だったんだろう。放っとけ。あいつの中では重要だったんだろう。KK にはあの月はどう見えるんだ。月見そばの卵ってところだな。気にしても仕方ねえよ。Thank you.